ですが 2721E のベルセットじゃあベルトセットパフスリーブワンピースです。品番が 2721E のお値段が5500円でございます。お色が私が着ているのがアイボリーともう一つグレーの2色展開でございます。はい、そうこのワンピースもぴちゃんも着てた、可愛かった。そうなんですよ、めっちゃ可愛かったですよね。これは着たらマジでもっと可愛さが溢れるワンピースです。はい、でちょっと詳しく言いますと、なんといっても商品名にある通りパフスリーブの感じが可愛いです。ここがねパフっていうかタックがなんだ 1,2,3,4,5,6、まあ、10個ぐらいかな。タックがこうめちゃくちゃ入ってるのが可愛くって、ボリュームスリーブって感じかな。こんな感じでちょっとここがドルマンっぽくなってて、袖にだいぶボリュームがあるので、これは下に着込んでても全然着込めるし着膨れしないし、ここ二の腕が気になる方とかもめちゃくちゃおすすめな感じのワンピースでございます。で、丈感も結構長めかな。私165センチでスニーカーを脱ぐとこのくらい、ベルトもね取ると、そうベルトもついてるんですけど、ベルトを取るとこのくらい、くるぶしよりちょい上ぐらいなので結構長めです。で、おばきちゃんとかブンちゃんとか155センチ3センチのスタッフが履いても引きずってなかったので、後で動画はお見せしますね。で、そうなんといってもね、そう D 管ベルトっていうのかな、ベルトもついてるのでシルエットが簡単に変えられます。で、生地感はね、生地これの生地、ポリエステル69度、0428とかなので、ちょっと綿っていうよりもちょっとね秋冬っぽい感じで、ちょっととろみがある感じ、スウェットではないんですけど、ちょっと生地に手がこう取られる感じの、ちょっとあったかたあたたかみを感じられるアイテムでございます。はい、そうね、私めちゃくちゃ汗っかきなんですよ。めっちゃドア開けて涼しい風入ってきてるんですけど、焦りが追いつかないって感じでございます。はい、いやこれねめっちゃ可愛くないですか。ちょっとここ袖をね上に上げると、ここのボリュームスリーブがさらにこう助長されて可愛いですし、このベルトなしでもこんな感じなんですけど、これをするとウエストがキュッてなるので、なんかちょっと部屋着っぽいかなって感じかもしれないですけど、これがあるとないとでは大違いかなって感じでございます。あ、レーヨン鉱物分かります、気持ちいい感じですよね。そう、ということで、あとアイボリーは私今ペチコートとか何もついてないんですけど、今私下にペチ入ってて、後でちょっと着てなかったらどうかやろうと思います。ということで、もぴちゃんが着てる動画を見せながら、私はグレーを着ようと思います。よし、これもぴちゃん、もぴちゃんは155センチですね。それでフラットなパンプス履いてこのくらいなので、多分くるぶしよりちょい下ぐらいなので、155センチとかぶんちゃんとか153センチとかの方とかはすらずに着ていただけるかなって感じがします。なので、あとちょっと長いかなって方とかは、お手持ちのベルトとかだと結構締まるので、それで調節してもらったりとかもすごいいいと思うので、これはなんか長さちょっと心配だなって方とかもベルト位置とかで調整してもらえればいいかなと思います。よいしょ、なんかちょっとお出かけにパッてできるし可愛いので、これはいいですよね、めちゃくちゃ。よいしょ、アイボリー、よいしょ、そう可愛いですよね、ちょうどいいぐらい、もぴちゃんがベルト外しても大丈夫ぐらいなので、これはいいのでは。やばい、操作に慣れてないことが、旅パンプスにも合いますね。そうなんですよ、旅パンプス、私もバレーパンプスとかと合わせたい
あとうち私は私的にこのスニーカー自分のなんですけど、これと合わせたいがために今日これを履いてきたんですけど、外雨降ってるから帰るのがこれで帰るのがすごい嫌でございます。はい、あ、これは急いでる時にさっと着れて可愛くなるやつ、絶対そうです。これは急いでる時に、私も迷ったら一日のコーデで迷ったらワンピースを着るっていうのは決めてるので、ワンピースかブラックかオールブラックにしがちなので、これはすごいいいかと思います。はい、そう、スニーカー合わせ可愛いですよね。これもね、押し色はブンちゃんとモキちゃんにも聞いてきております。あ、ブンちゃんもモキちゃんもアイボリー推しですって。アイボリーですって。私もアイボリー推しとはいえグレーも可愛いかもな。でもこのスニーカーとかが入るのはこっちだしな、ちょっと迷ってますが最後に決めようと思いますが、モキちゃんとブンちゃんはアイボリー推しなようでございます。はい、そう、私スニーカー推し物でございます、若さん。はい、てな感じです。あ、茶系黒のベルトに変えても可愛いですよね。絶対可愛いです。なんかチェーンとかのありますよね。なんかそれでアレンジしてもらうのもすごいおすすめかも。シンプルがゆえになんかカバンとかも、最近出たカバンとかもね、いいですよね。トートバッグとミニバッグの2個持ちとか結構メジャーになってきてるんで、ちょっとこれで想像膨らむのでは。なんかスカーフとか巻いちゃったりして、ちょっとなんかシンプルがゆえにいろいろ足せるから可愛いですよね。シュシュとかこういうスカーフとか、すごい大雑把に巻きましたが、なんかスカーフは頭とかでつけるのが春とかはいいみたいですよ。はい雨の中白スニーカーで帰るのは勇気いるね。そうですね、ちょっと違う靴に変えていこうかなと思います。はい、あ、春が近づくとアイボリーとかの明るい色が欲しくなる。いやー、わかります、間違いなく春は明るいの着たくなりますよね。ピンクとか、私もそれはかなりあります。